皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。こちらでは自宅教室を開業したい、でも集客するにはどうすればいいのということについてお伝えしていきたいと思います。まず2つの観点からお伝えしたいと思います。まず1つ目ですね、生徒さんが、教室選びで見ているポイントということについてお話をしたいと思います。まずですね、2つ大きな要素としてお伝えしているんですけれども、1つ目はまず時間帯ということですね。時間帯という話の中には、普通に昼夕方夜っていうことと、あとは曜日っていうことがあったりします。で、例えばですね、いわゆる主婦の方をターゲットにするっていうケースが自宅教室の場合には非常に多いと思うんですけれども、主婦もどういった年齢層のどういったライフスタイルを送っている主婦なのかっていうことで設定する時間が変わってくるんですね。もちろん一番集客しやすいのはやはり午前中、そうですね、10時とか10時半スタートの終わりが1時とか2時までかからないぐらい、これがやはり好まれる時間帯、だいたい2時間半3時間くらいでしょうかね。時短タイプの短く教えてほしいっていうタイプの教室だともっと短い時間帯っていうのも好まれたりとかはするんですけれども、基本的には平日の時間帯のそのあたりが一番人気は人気です。あとは水曜日とかが時短で保育園幼稚園とかがお子さんが早く帰ってきてしまうというような場合にはやはり1時にはどうしても終わっててほしいとか、そういうお声も聞いたことがありますし、週の頭はいろいろなことを1週間分やらなくてはいけないことがあるからバタバタしている、金曜日を習い事っていうよりはなんかもうちょっと違うことに使いたいみたいな、そういう話を聞いてたことが多かったので、私のクラスの場合には木曜日とあとは火曜日ですね、このあたりを中心に組んでいることが多かったです。で、午後の時間帯は2回転目とかになって、1回転目の午前中に溢れてしまうような人がいるようなケースの時には人気のある時間帯なんですけれども、通常は集客しづらい時間帯ということになります。で、夜の時間帯っていうのは都心ないしは駅近で、しかもご自宅でやるような形よりはスタジオとかを持ってる先生が設定して、OL さんとか仕事帰りの方とかで習い事をしたい人向けに、やるにはすごく向いている時間帯になりますので、そういった立地条件と家庭条件がある方には、夕方夜ですね、こちらのクラスはおすすめします。お酒とかも出しやすいですし、必然的に単価も上がりやすいですね。そういったことに習い事でもきちんとお金を払うという方がいらっしゃるケースが多いので、土日に関してはやはり平日来れない OL の方たちとかですね、主婦の方でも土日の方がむしろありがたいっていう方向けにターゲット層を狙うのであれば土日の設定っていうのが必要になってきます。なので誰を集客したいのか、これは次にお話しするコンセプトと非常に連動するところなんですけれども、それによって、設定する時間帯曜日が変わってきますので、自分が集めたいお客様の層っていうのはどういう生活を送っていて、どういう時間帯だったら一番、参加しやすいんだろうかっていうことを考えた上で設定するっていうのがまず一つ大切になってきます。そして、コンセプトですね、これが肝心要っていうことになるんですけれども、例えばですね、コンセプトが良ければ集客を、極端な話です、ものすごく一生懸命こう自分がいつでもこう集客しているように発信をしなくても、キーワードベースで探されて生徒さんが来るっていうことが可能になりますので、コンセプトが良ければ集客はしやすくなるので、ここは一番最初に非常によく考えてほしい、大事な要点の一個になります。例えば私がパン教室を作った時には、7つの天然工房を同時に1箇所で習えるっていうことを一つの一番大きな売りにしていたのと、あとはそれに付随して機械骨で、自分がこねるっていうことはそんなにしないんだけれども、その分成形、いろんなねじったりねじったり形を変えたりとかいう、その面白い形を作って綺麗なパンを作るっていう、ここに特化したパン教室だったので、それをベースに私はレシピを作っていました。なので、そういったコンセプトに非常にこう惹かれる方とか、それはぜひ習ってみたいっていうふうに思う方がいらっしゃっていたので、飛行機を使い、そして新幹線を使い通ってくださる方がいらっしゃる。
その方は当然レッスン料が仮に8000円とか9000円だったとしても、往復の飛行機代とか新幹線代とか3万円とか4万円とかかかります。それでも通ってくださるっていうことは、コンセプトがその人に響いているからということになります。ですので、埋もれてしまうと見つけてもらいにくくなりますので、自分ができることの掛け合わせとかをしながらコンセプトを作っていくと、唯一無二の教室になると、必要な人にはとても必要な教室を作ることができますので、まずコンセプトを、考えるということもおすすめしたい案件の一つです。でさらにですね、その教室エレベーターで見ているポイントが、1点あったときに、集客、実際に集客と、それぞれの特徴っていうのをちょっとお伝えしていきたいと思うんですけれども、集客の方法っていうのはいろいろあるんですけれども、チラシとか SNS とか、あとはホームページですね、大まかなものっていうのが。で、私が一番力を入れてほしいと思っているのはホームページです。ご自身のページになりますので、そのホームページを核とした状態で SNS 周りを整えていく、その順序がいいなというふうに思っています。ですので、ホームページをまだ自分は早いんじゃないかとか、ブログからでまずはやりますっていう方もよく聞くんですけど、私の肌感覚では全く逆で、ホームページをきちんと作った上で、そのホームページを見せるためにブログがあり、 YouTube があり、 Facebook があり、 Instagram がありっていう、そういった周りを整えていくっていう形の方が将来的には楽に集客ができるようになります。なぜならば、毎回毎回一生懸命発信しなくても、ホームページ単体がキーワードベースで探される人には探される状態を作ることができるからです。で、細かくは例えば YouTube とか Facebook とか、それぞれにさらに細かい特徴とかはあるんですけれども、一番のメインはホームページになります。で、ホームページ1個にいろんな情報を総合的に詰め込むことができますので、SNS ベースから来ていただいた方が体系的に全てを把握することができるページがホームページになりますので、やはりこちらは顔として作っておいていただきたい内容かなというふうに思います。で、SNS に関してはやはり定期的な発信というのをしないとですね、信じてもらえない、信頼構築ができないので、自分の得意なもので構いませんので、新規顧客獲得の部分においても露出度を高めるということで SNS は使っていかれるといいかなというふうに思います。さらに言うとですね、その SNS と若干絡むといえば絡むんですけれども、メルマガと、あと LINE アートとかですね、もう少しこう信頼関係を踏み込んだような関係構築をするためのツールとして、存在しているものとかもありますので、そういったものも上手に使っていくといいかなというふうに思います。そしてチラシですね、チラシに関しては、SNS よりも肌感覚としてはお金がかかるものになります。 SNS ほとんど無料ですからね。ただご自身で、例えばデザインとか、パワーポイントないしはワードとかでデザインを作ることができるのであれば、それを、安い形でですね、プリントパックとかっていうところもあるんですけど、そういうところで、作っていくっていうこともできたりします。なので、ご自身で例えば手作りでっていうことであれば、ポップみたいに字が上手に作れる方に関しては、そんなので作っていかれるっていうのもありだと思います。ただポスティングの手間が案外かかります。誰かに頼んでもお金がかかるし、自分で巻いても場合によっては不審者扱いされてしまうので、少しハードルが高いところはありますけれども、ピンポイントで周辺の方に来ていただきたいんだったら、チラシとかも使っていくのも一つかなと思います。これからの時代のですね、集客っていう部分に関しては、私がお勧めしているのはネットとアナログを併用していくということをお勧めしています。ネットはネットで素晴らしいんですけれども、アナログの部分とかっていうのもどうしても見過ごせない部分がありまして、人とのつながりの部分ですね、それが例
例えばチラシとかもアナログの一個にはなるんですけれども、さらに言うと、ダイレクトに会っていけるような機会をどうやったら増やせるかっていうところで自分が露出していくっていうことも一つ必要になってきます。なので SNS だったとしても、特にその人柄とかを伝えていく上では一番 YouTube とかは効果的になります。私も今現在こうやって YouTube を撮ってるわけなんですけれども、どんな人でどんな喋り方をしてどんな先生なんだろうかっていうのを分かってもらえるのが一番手取り早い媒体になりますので、そんなことも検討していただければと思います。以上ですね、まず集客のことはじめいろはということについてお伝えさせていただきました。それでは。